大竹幸太郎は、熊本県熊本市出身のプロ野球選手。左投げ左だ。福岡ソフトバンクホークス所属。熊本市立田向井小学校3年生の頃、福岡ドームでの福岡大英ホークス戦を見て、4年生で田向井スポーツ少年団で、投手として軟式野球を始める。少年時代は、ホークスファンクラブに入会していた。 熊本市立田熊中学校では3年生の時に全国大会に出場する。高校は最最高高校に進学。1年生の夏から背番号10番でベンチ入りし、秋には背番号1番でエースとなる。2年生の夏には前年の周期大会で敗れた九州学院高校を準決勝で破り、第94回全国高等学校野球選手権大会に、 出場を果たす。二回戦、対鳴門高校戦において、四安打一失点の関東勝利で三回戦に進出するが、藤波慎太郎、沢田啓介、森友也を擁する大阪桐蔭高校に6対2で敗れる。三年生の春の第85回記念選抜高等学校野球大会では、上層学院高校に完封勝利し、三回戦に進出。 三回戦では完投するも安楽佐都市応用する西美高校に4対1で敗れた。三年生の夏の第95回全国高等学校野球選手権、熊本大会準決勝に進出するも2年連続の夏の甲子園出場はならなかった。大学は早稲田大学に進学。一年生の春から東京を6大学野球リーグ戦に、 起用され、一年生の秋の周期リーグ戦において、怪我で離脱の有原公平に代わり、開幕投手に抜擢され、7回を3アンダム失点と、高騰し、初先発で、初勝利を飾る。以降も、全カードに先発登板し、4勝を挙げる。二年生からエースに成長し、リーグ戦春秋連覇と全日本大学野球選手権、大会優勝に貢献。春リーグでは、 防御率0.89でベストナインに選ばれる。3年生、4年生と怪我に悩まされ、3年生秋の秋季リーグ、4年生春の春季リーグともに未勝利に終わったが、4年生秋の秋季リーグ、対明治大学において3期ぶりの白星を挙げる。有原光平、中村翔吾、高梨雄平、重信慎之助、茂木英五郎、石井一は、 大学時代の先輩にあたる。卒業論文のテーマは、環球を使った投球は打ちにくいのかだった。2017年度プロ野球ドラフト会議において福岡ソフトバンクホークスから、育成選手ドラフト4巡目指名され、支度金300万円、年俸400万円で契約した。背番号は133。2018年は、 ウエスタンリーグで22試合に登板し8勝0敗、防御率1.87の成績で、7月29日に支配下登録され、当年の推定年俸を600万円に、背番号を12変更する。8月1日の対埼玉西部ライオンズ戦で、先発して8回に失点、育成出身新人では、初となる1軍公式戦初先発、初勝利。シーズン終盤は、 中継ぎに回り、11試合中8試合で、先発登板し、48回に、3王投げ3勝2敗防御率3.88。クライマックスシリーズでは、北海道日本ハムファイターズとのファーストステージ第2戦と、西部とのファイナルステージ第2戦、第3戦に、中継ぎ投手として登板、広島東洋カープとの日本シリーズでは、第2戦で六回から二番手として登板し、二回を、 無失点。12月1日、900万円アップの年俸1500万円で契約公開する。2019年は開幕から先発ローテーションの一角を担い高騰を続けていたが、平均援護点が0点台と勝ち星に恵まれず、5月2日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦にて7回、無失点でようやくシーズン初勝利を挙げた。 その後も先発を務めていたが、オールスターゲーム以降の後半戦は5戦連続で4、失点以上と結果を残せず、8月2日に登録抹消。そのままシーズンを終える形となり、17試合に先発登板し5勝4敗だった。2020年は、左肘の肉離れの影響で、開幕1軍を逃したが、8月13日に1軍、昇格。 同日のシーズン初登板、初先発で5回に3を投げて1失点と抑え、4 2 0日ぶりに勝利投手となった。1軍公式戦では3試合に先発し2勝0敗、防御率2.30。2軍公式戦では16試合に登板し92回、1、3を投げ、6勝3敗、防御率2.53を記録し、ウエスタンリーグをいて最多勝利投手賞。 最優秀防御率投手賞、勝率第一位投手賞、優秀投手賞を獲得する。日本シリーズにおいて、出場資格者40人枠に入りを果たすが、登板機会はなかった。12月9日、福岡市内の球団事務所で契約交渉に臨み、300万円ダウンの年俸2400万円で契約公開した。2021年は開幕ローテーション入りを果たしたが、 最初の試合の3月31日の対、オリックス戦では3回7失点で降板し、4月2日に1軍登録を抹消された。投球センスの良さと、両コーナーへの安定した投げ分けが光る南東ハサワン。玉の出どころが見づらい投球フォームから、最速時速144キロメートルのストレートと変化球は、カーブ、スライダー、チェンジアップ、ツーシームなど多彩。 2018年の2月のキャンプ中、二軍投手コーチの久保厚生から木箱を使った体重移動のトレーニングを命じられ、軸足を台に乗せていったり蹴り足を台に向かって踏み込んでいったりするシャドウピッチングでフォームを身につけた。それまでのように軸足の肩の尻が下がるフォームの悪い癖が抜けていき、支配下登録をつかむことに成功。 憧れのプロ野球選手は同じ球団に所属し大学の先輩でもある和田武史。和田のひたすらポール館を走っていたという伝説を伝え聞き、オフに和田が早稲田大学で自主トレを行った際には走ることの大切さをアドバイスされた。ありがとうございます。